どうもこんばんは、ババゲイノです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はこちらです。美味しいやつね、普通にね、サントリーのプレミアムモルツですね。普通に美味しい、こいつは。よし、それでは皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。涼しくなってきてもビールはうまい。まあ、あのね、真夏の爆発い中での爽快感はさすがにないけど、でも十分美味しい。うん。で、今日はね、まあ、食べるものは大したものないです。でもいつものね、あの業務スーパーの卵焼き、それからペンネとソーセージのサラダ。これ食べかけみたいなんだけど、昨日ね、ちょっとだけ食べたの。食べたって言っても、ちゃんとこれ、綺麗な箸で取り分けてね、食べたんですよ。うん、まあ、賞味期限過ぎちゃってんだけど、こうで取ったのしまっとくと、やっぱりね、ちょっと、あれですからね。ちゃんと綺麗な箸、最初からもう、明日に取っとこうと思ってね。うん。あ、そうだ、これでもちょっと味が薄いんだよな。ちょっと追いマヨします。うん、もともとなんか若干ね、味が、こう、薄めなんですが、しかもあと、酒のあてだからね。大小塩コショウとかそういうのかけちゃうとね、多分ね、酒の魚に合うんだけど、だけど塩分はちょっと控えようかな。だからあとね、コショウ。まあ、マヨネーズにも塩分入ってるけどさ、まあでもそのまんま塩コショウいっちゃうよりは、このマヨネーズとコショウだけでね、こう、味を追加して、それでいただきますと。ああ、ビール飲んでから。いただきますと。うん。うん。まあ、ぶっちゃけてこのサラダそんなに美味しいものではないんですが、でもこうやるとね、美味しくなる。あと、この卵焼き。まあ、晩酌なんてこんなもんで十分なんです。なんてね、美味しいものがあるときはね、ご機嫌で食べてるんですけどね。まあ、それはボンとクレが一緒に来たようなもんですから、普段はこんなもんでいいんです。ということでね、今日はまたなんかね、ネタがあるんですよ。なんかじゃない。よいしょ。はい、また買ってしまいました。もうダメだな、なんかな。最近、買い物依存ってわけじゃないんですけどね。ちゃんと、必要な役に立つものを買ってるつもりなんですよ。でね、ちなみにね、今回はね、2100円ぴったり。テムって基本2100円以上が送料無料なわけなんですよ。で、今回はね、いろいろと調整してね、なんと2100円ぴったり。だからそのね、内訳も紹介しながら、また行きたいと思います。今回ね、マジでね、期待できるものを買ったと思います。いや、毎回期待してんだけど。でもまあ、まあいいや。よし、では開けていきましょう。まあ一番でかいやつからいこうかな。よいしょ、これじゃらんじゃらんじゃらん、こんなでかいものね。こういうのはカッターナイフで切るのがいいんですよね。ハサミで切っちゃ開けちゃう人よくいるんだけど、それやるとね、海苔がくっついちゃうんですよね。昔々最初に働いた会社でおじさんに怒られましたね。こういうのはカッターで切らなきゃダメだ、海苔がくっつくだろうって。まあ確かに、そうですね。まあ両方言えばだからね、まあハサミしかないとつい使っちゃう時もあるんだけど、でもね、僕も今でもね、ハサミで使う時はね、この切る面じゃなくてね、この角のところとかでピーとかって無理やりやったりとかするんだけどね。まあまあいいや、それはどうでもいいや。よいしょ。見てください、これ。すごいでしょ。よくある、まあ、折りたたみコンテナと言いますか、折りコンとか言う人もいましたけどね。よいしょ。あれ？ほら、ほら、見てください、これ。それから、これ手提げもついてる。そして、これ蓋もついてるんですよ。これいいでしょ。大きさ、想定通り十分だ。
これはいい買い物したと思います。でこれがいくらかと言いますと、1099円、まあ、今回買ったものの中では一番高いんだけど、でもこれ単独で見たら十分安いですよね。これはいい買い物したと普通に思います。まあ用途はもういろいろ考えられるんでね、いちいち説明しません。これ1099円だよって言われたらね、大抵の人がねもう欲しくなると思いますよ。耐久性はもちろんこの上に座ったりとかじゃダメだけど、業務用とかのねすごい丈夫なやつにはかなわないとは思うんですけど、これ十分耐久性あって立派に使えるやつですね。さて、一番でかいものですけど、次もねまたいいやつがあるんですよ。これだ、これ、うん、まあ、これもね十分いいもんだろうなって買う前から想像ついてたんですけどね。チャラリン、まあ、まあこんなもんかな、うん、これツールボックスじゃないな、ツールバッグですね。だから道具入れの、まあ箱ですね。箱じゃないや、バッグですね。容量がいくつだっけ、容量これなんだ、大きいしか書いてねえぞ。大きいが44センチと24センチと30センチ。まあまあこんなもんで大体わかるでしょう、うん。メインの収納室以外に、この小物入れが3箇所ありますね。まあこれぐらいあるといろいろ使い手があるんじゃないかなと思います。で、これの値段がびっくりなんですけど、2円です。これテムならではですね。これ前にも言ったんだけど、こうショッピングカートに入れっぱなしにしといたりすると、時々なんだかよくわかんない、こう、バカみたいな値下げが来るんですね。ていうか、ね、この2円がね、来るんですよね。本来では1005円ですね。定価3621円ってことにはなってるんだけど、この定価は合ってないようなもんなんでね。まあ実売が1005円のものが2円。という風な感じ。よし。あ、そうだ、閉めて、ちゃんと閉まるよね。閉めてなかった。よし。あ、ちゃんと閉まる、閉まる。とりあえず見たところ耐久性も十分ありそうなんでね。ということでございます。これ2点目ね。3つ目。なんか出てた。なんか箱出て、ああ、そうだ、そうだ。これね、すぐ必要ってものじゃないんだけど、うん、これ内張り剥がしです。と、あと、これなんていうのかな、内張りとか、こう貼ってあるこうなんかこういうのあるじゃないですか。こういうのセット。これね、内張り剥がしは持ってればいずれ使うと思うんですよ。っていうか、うん、使えそうな予感がする案件と言いますかね、ものがあるんですが、うん、これはねよくわからない。いつ使うか、使うことがそもそも使うことがあるのかどうかがわからない。でもなんか。これ意外とさ、なんか外れちゃってなくなってんだけど、もう欲しいんだけど、しょうがねえや、そのまま使っちゃうとかってね、そういうことは結構ありがちじゃないですか。まあだから、とりあえず買っておこうって感じですかね。欲しい時に探すと意外と手に入りづらいっていうか、時間もかかるしってことなんで、まあ、このね、内装剥がしと一緒に買っちゃいました。でね、一緒に買ったって言ってもね、それね、これ大した値段じゃないんですよ。これでまとめて371円、これだけでも200円ぐらいだったのかな。だからまあこれで100何十円ぐらいなんだけど、で確か使うかどうかよくわかんないんだけど、まあ一応買っといても損はないだろうという目論見で買いました。だからこれね、こいつに入れとけばいいんですよね。よし。それからこれまた箱潰れてるわ、すごい潰れたけどな。でこれ LED 電球なんですが、これね、モーションセンサー付きなんですよ。モーションセンサー電球ってなってるけど、これ皆さんの前で偽モーションセンサーだからね、ちょうどこれいい機器がないや。ちょっと今度使ってみて報告します。あ、取説だ。暗い環境でやんなきゃダメなんだ。周囲が明るいとダメなんだ。周囲が暗くないと使えないらしいですね。今度ちょっと試してみます。あ、そうそう。で、
これがね257円、うん、これうまく使えたらラッキーだなと思ってます。そしてそれからこれだ、これがまあなんていうのかな、食器洗い用の布ですね。布というかこの若干金属っぽくなってるやつ、多目的スクラッチフリーキッチンクリーニングクロスだそうです。うん、だからあのちょっとね、あの強めの汚れに、うん、汚れ落としね、ですね。これもこれ使ってみると分かんないね。でこいつがね5枚入りで98円です。そしてこれだ。あのこれ電子レンジでね卵がなんていうんだ、ポーチドエッグみたいなものができると言いますか。これですよ、これってわかんないかな。だからこの中に卵ポイして、まあちょっとだけ箸かなんかで穴開けて冷蔵庫に入れてチンすると、まあこれがあのある程度固まったやつができるってやつね。これ前にね、これとはだいぶ形違うんだけど似たようなね使い方ができるものを持ってたんですけど、ぶっ壊しちゃってね。うん、だからこれ欲しかったんですよ、こういうので。しかもこれは2個作れる。いや1個で十分なんだけどさ、まあ1個用がなかったっていうか、うん、まあだから、まあ、ついでに買いましたっていうか、あったんで買いましたっていう。でね、これが208円、ちょっとこれ208円じゃ割高感あったかな。いやでもまあ使えりゃね、あ、大丈夫だ大丈夫だ、多分コツがつかめれば使える。うん、最後これが最後だよな確か。これ最後これです。これ何かというと鼻毛カッター。鼻毛カッターいろいろ買ったんですよ、テムで。これね、それから普通のハサミ、普通のハサミじゃない、これ鼻毛用のハサミなんですよ。これ先端が丸くなってるやつ。それからこのこれ、この輪っかの部分でこうパッてやって鼻毛切りやったんだけど、であとそれからねこの電動のやつね。正直言ってこれは全く使い物になりませんでした。これダメ、これは微妙、これも微妙。やっぱり電動か一番使いやすいですね、便利だけど。電動ってこれね、鼻毛はよく切れるんだけど手入れがめんどくさい、バラして洗わなきゃなんない。ということでね、なんかいいものないかなって思っていたんですよ。で今回買ったのはこいつなんですが、こういう形状になってますね。ここにこうこの櫛のこの中に刃が入ってるんですよ。だからこれ鼻に突っ込んでこれでジョリジョリジョリと切るものらしいんですよ。あ、ついでにこれなんだこれ、鼻くそほじくり出すのかな。ということでこれがうまくいくかどうかちょっと今試してみます。さすがに鼻に切ってるところは皆様にお見せできないので、ちょっと今やってみますね。一応使えました。でまあこれよりはいい。であとこの2つより使いやすいんだけど、だけど効果はどうかと言いますと大差ないかな。でもちょっとマシかな。でもね、やっぱりね、電動鼻毛カッターが一番です。これが一番よく、効果的に鼻毛の処理ができます。あのね、鼻毛ボーボーの時はね、これで結構ね、ジョリジョリジョリっていけるかもしれない。で、ジョリ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 って言ってるのは聞こえるんですよ。だけど、なんかね、こう、スカッといかないんだよな。だからこれ、鼻毛処理の決め手にはなりませんね。残念ながら。やっぱり鼻毛の処理はね、電動鼻毛カッターに限る。これが結論ですね。もしくは毛抜きで抜く。いや、でもそれ痛いんだよな。やっぱり電動鼻毛カッターに勝るものはないな。で、ちなみに皆さんは鼻毛どうしてんでしょうね。よかったらコメントください。まあでもね、いいんです。これはね、この4点セットっていうか、2本入りがこう2袋で65円。うん、65円ね。だから、まあ、いいかな。使い方間違ってないな。うん、そう、こうやって鼻に突っ込んでね、ぐるぐる回すんですよね。ということで、以上でございました。なんか、後半に入って、やや失速したかな。でもね、やっぱり、これはいいでしょ、これは。これはすごくいいでしょ。
それとこれもいいでしょ。この2つでね、1101円ですよ実は。うん、だからね、まあコスパ的には大満足ですね。よいしょ、という感じでございます。ちなみに僕はもうこれテムって案件じゃないですからね、もちろんね。前も言ったけど案件のメールが来たんですけどね、とてもじゃないけどテムの案件を受けられない。ちなみに僕がねこれテムで買ったもの何でもかんでも褒め出したらね、案件を疑ってください。今回7点はね結構期待してたんですよ。いやでもそんなことないよ、でも鼻にかった以外は大体良かったよ。いやモーションライトがまだ分かんないけど、これも試してないから分かんないけど、これは多分大丈夫。うん、試さなくても分かります。これだよこれ問題は、これがちゃんと動いてくれるかどうか。いやでもこれもね値段から考えると、でもこれすごい軽いな。普通のこの白熱伝統型の LED ライトよりもはるかに軽いぞ。いや先がうまいですね。でもねテムの販売構成がね最近なんか前よりも激しくなってきたような気がします。なんか開くたんびにねいろんなねこうキャンペーンの案内が来るわ来るわ。でもねやっぱり本当に欲しいものがある時にしておかなきゃダメだな。基本僕そんな物欲はない、いやそんなことないな。だけど無駄なものはそんな買わないし、あ安いものがあると買っちゃうんだよな。熱感と貧乏症ですね。そうなんです。だからねこういうね半額の惣菜なんかもねいっぱいあるとねちょっと買いすぎちゃう時あるんですよね。まあ残せないですよ、次の日に取っといてちゃんと食べますけどね。だけど寝る前なのに腹パンになってしまうということがね時々あるんですよ。よろしくない。まだちょっと残ってるんですけど、あとはこれ撮影終わってからゆっくりいただきます。もうネタがなくなっちゃったんでね。ということで今回の動画は以上になります。皆様におかれましては良いの未来をお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。